はい、ちゃーちゃん。寒いね。すごい風強いね。こんにちは。今、陽田市から帰ってきてね。ちゃーちゃん、風強いから目つぶってるわ。にゃーって催促されたもんで。ね、ちゃーちゃん、こっち向いて。やっぱり飲んだとか食べた後はそっけないんだよね。猫用のミルクと。こっち向いても目つぶってるね。カンカン、これ新しいの魚政買ったのに食べないです。食べないの？ご飯じゃなかったの？ちゃーちゃん。にゃー、泣いてっけど、泣いてっけど、食べないじゃもったいないでしょ？まあ他の子食べるけど、ちゃーちゃんお腹空いてんだったら贅沢言わないで食べなよ。ほらほら、こんなに山盛りにやってきたのに人があげたのに。ダメか。ん？何がいいの？もう、この子は贅沢なんだから、贅沢病ってやつだな。あなた、死にそうになったら何でも食べなしちゃダメなんだからね。懐石も食べないしな。目やぎこれ。ほら、貸して目やぎ。目やぎ取るっていうの。ダメだよ、ほら。目やぎ取るから、ほら。目。あ、取れないわ、あ、取れた。もうちょっと変わらなくちゃダメだよ、あなた。ん？目やぎついてる。鼻くそもついてんだが、いつも。鼻くそ。これ。鼻くそなのかな？目がね、魚みたいになってたね、今。寒いね。そろそろ閉めていいかな？はい、今日は食べません。前も食べなかったね。やっぱり魚づくし買ってくるよ。高級な方。ね。なんだ、眠いのか。眠くなっちゃった。それとも他のとこで食べた？ね。ちゃーちゃん。はい、終わり。食べないわ。